皆さんこんにちは、大堀123でございます。いやー、しかしギターをつまめきっていうのはいいですね。また久々にですね、私がいつも小物関係ではですね、お世話になっているサウンドハウスにですね発注をしましてですね、今日その荷物が届いたわけでございますよ。ギターには絶対欠かせないだけど、必ず消耗してしまって毎回今取り替えなきゃいけないアクセサリー、そういうものをですね発注したわけでございます。それがですね、まあこの箱に入っているわけでございまして、オープンマークのサウンドハウスのロゴがこのように輝いております。まあレビューしたいものもですね手に入れたのって、開封レビューでおなじみのこのハサミでですね開けていきたいと思います。さあ開いてみよう。よし、開けました。さあ出てきたぞ。私にとっては非常におなじみのものがいろいろと出てきているということ でまずはですね、これはもう絶対に買っときたかったものなんですけれども、毎度おなじみなんですが、ケン・スミスのですねプロフォーミュラポリッシュでございます。ここ 1,2 年ぐらいはずっとこのプロフォーミュラポリッシュを使ってます。ギター演奏した後とかもね、ギターのボディを拭いてあげるということはもちろん大事なことじゃないですか。ギターにとってはちょっとまあ悩ましい汚れとかもね、まあ、取ってくれる、そんなね素敵なポリッシュなんでございます。つや消し、そしてつやあり、いろんな塗装にもですね対応している一ランク上のですね素晴らしいポリッシュなんじゃないかと思いますが、 2,3 ヶ月前ぐらいに頼んだポリッシュはもう使い切っちゃってね、毎日やっぱり掃除してるとね減りは早いです。消耗するからこそですね、まめに買っておきたい、そんなものでございます。ケン・スミスのプロフォーミュラポリッシュです。で次はですね、これももう本当に定番も定番なんですけど、こちらです。エリクサアンチラストのですねフォスフォブロンズナノウェブライトということで、これは本当にもう長持ちするコーティング源の、まあ、先駆けと言ってもいいでしょう。フィンガーピッキングをやることも多いので、最近はスムーズなライトゲージを使うっていうことも結構あったりするんですよ。たまに80-20の普通のブロンズ弦も使うんだけども、まあ、大体もうフォスファーが多いです。僕がもう使っているアコースティックギターの弦はもうほとんどエリクサー弦と言っても過言ではありません。ワンセットっていうこともたまにあるんですけど、でもやっぱり最低2セットから3セット買うようにしてます。2台張り替える時には2セットが必要だし、予備としてね1セット取っておくということで、まあ3セットっていうこともあったりするんで、今回最小限に抑えようということで2セット買っときました。また張り立ての弦の音が聞けるということはもう非常に楽しみなんでございますけれどもね、エリクサーのフォスファーブロンズナノウェブライトでございます。さあもう一つはですね、この袋に入ってるんでちょっと開けてみましょうか。袋を開けるときも楽しみになってるし、おー出てきた出てきた。ヤマハのミディアムピックとハードのピックです。ホワイト柄のやつですね。大きめのサイズでございまして、非常にあのホールドしやすいという点があるわけですけれども、いつも普段は僕はこの通常の薄さのミディアムピックを使ってるんですけど、今回まあレビューしたくてね、一回り厚めのハードっていうこのピックも買ってみました。ちょっと肉厚のピックもねたまに使うことあるんでね、この厚さの違いがどれぐらいあるのかっていうことも含めてですねレビューしたいなというふうに思っております。なんせピックもね僕はガンガン弾きますから、かなり消耗します。もう下手すりゃ割れたりもしますしね、そういった意味でですねピックもまめにですね補充したいところでございますけれどもね、このヤマハのピックをですねちょっと買ってみました。はい、ということでですね、今回はこのケン・スミスのプロフォーミュラポリッシュとエリクサーのフォスファーゲン2セットと、そしてこの上についてますが耳みたいになってますけど、ヤマハのピックミディアムとハードということでね、アコギには欠かせないアクセサリー、今回は最小限に抑えようということでね基本的なものを買ってみたんですけれども、何でも言うことなんだけど、消耗品というものがなければね手入れとかね苦労することはないと思うんですが、しかしどうしてもより良いコンディションでより良い音を維持したいと思うんだったら、常にやっぱ交換しなきゃいけなかったりとか補充しなきゃいけなかったりすることはよくあることなんです。このヤマハのハードのピックに関してはレビューしますんでね、ぜひその点も楽しみにしていただいて、久々の開封レビューだったんですけれどもね、楽しんでいただけましたでしょうかということで、また次回の動画でお会いしましょう。大堀123でした。それではさよなら。頼もしい相棒たちです。